ニール・オルデン・ハンティントンは MLB のピッツバーグパイレーツのゼネラルマネージャーを務めたニューハンプシャー州アマースト出身1995年モントリオールエクスポズでスカウトとしてフロント入りしたその後クリーブランドインディアンスで育成部長として活躍しその後 GM 特別補佐に就任するスカウティングと育成部門が強力なインディアンスを 一気に引き受けグレーディサイズモアなど2007年に地区優勝したメンバーをトレードもしくは発掘に携わり成果を上げる。2007年10月インディアンスでの育成のノウハウが買われ前任のデイブリトルフィールド GM の解任を受け公認に抜擢された。長期低迷のチーム改革はまず監督のジムトレーシーの解任から始まった。解任の理由は 規律をを守らなない若手を指揮しきしれなかっったた。ののが、最大の理由だった続いて、野手を育てず、投手ばかり育成していた育成部長で、リトルフィールドが解任された後に就任した臨時 GM、ブライアン・グラファムとリトルフィールドの哲学に合っていたスカウトをすべて解任し、自身の出身チームインディアンスのスカウトや育成部門のほとんどを引き抜き、 オーナー両省の元フロント改革を断行した。毎年ドラフトで上位選手を積極的に指名し、なおかつ指名した順位に基づく、契約金を数倍にして提示し大学に進学する、選手も強行指名し粘りに粘って入団することに成功したこともあり、就任して4年でファーム組織を改善することができた。2012年9月、 チームの連続負け越しをストップをかけて行われた周期キャンプでマイナー選手100人を中心に海兵隊特殊部隊ネイビーシールズの元隊員に協力をもらい軍隊式訓練を行った。リーダーシップとチームワークと精神力を鍛える目的だったが格闘技トレーニングや氷水を張った外野でダッシュで怪我人が続出し選手の家族やコーチの中から批判が上がった。 2019年10月に解任された。若手の獲得は、基本的にトレードが主体で2009年には、多くのロースターを放出し、ファンからも怒りを買ったことがあるが現在は獲得した若手が活躍しており、売り時のタイミングのうまさに定評があり、若手獲得と経費削減を掲げている。特に中堅選手を獲得して再生するのも得意で、毎年多くの選手が再生している。 なお2011年頃より上位争いをするのに主力クラスの選手をトレードで獲得しており有望株を使わずに他の若手でまとめることが多い。なお FA は基本1、2年契約で安めにまとめるのが得意。ありがとうございます。